幽霊体重分布を見つけたんで、ちょっと話しかけてみようかなと思いますが。あ、これこのパターンね。これはこうして、一旦奥のやつ取らんといけんのかな。で、ここの鍵が開いたから、こうかな。緊張と刺激に満ちたケーブル再配線の後、そのボンプは起き上がった。トラップは成功したようだ。自分を罠にはめるためのトラップ？違う、漂っている様々な幽霊を捕獲するトラップだ。この場所は広々としているからか、幽霊がよく出るんだ。幽霊たちはカサカサという音を立て、単独で行動することもあれば、詰まって空中を舞うこともあるけれど、絶対幽霊に捕まってはいけない。じゃないといきなり頭を覆われて危険だ。ちょうど幽霊がこっちに来る。ガブトボンプが指さす方向を見ると、黄色いビニール袋が風に舞い上がり、空を漂っていた。見たか、あれはビニール袋だ。ただのビニール袋だって。浮遊する幽霊を見つけたと思ったのに、一匹捕まえて友達に見せびらかすつもりが、どうして。そんだけかよ。敵役の俳優がいればな、きっとすごい短編映画を撮れるのに。興味あるの？君なら見た目も雰囲気もぴったりだ。どうかな、僕の映画の主役をやってみない？まさしく表向きは親切でも、裏では陰険で狡猾な犯罪者なんだ。あって怒らないで、まずは設定を最後まで聞いてくれる。主役は二重生活を送っていて、とても魅力的な悪役なんだ。表向きは平凡なサラリーマンだけど、その正体は伝説プロ棋士ボンプ賢者なんだ。夜が訪れるたびに彼はボンプたちを操って強盗や犯罪活動を行う。さらにホローに入っては、凶悪なホローレーダーたちと命がけの争いを繰り広げるんだ。もちろん君は犯罪者じゃないよ。でも君は一見無害そうに見えるけど、奥深くてつかみどころのない感じがするんだ。なぜかわからないけど、君とこのキャラクターの雰囲気が似ている気がするんだよね。褒め言葉だと思ってる。じゃあ今からボンプ賢者のセリフを読んで感覚をつかんでみる。初めてのセリフの練習はきっと緊張するよね。まずは深呼吸して、準備ができたら一緒にセリフ合わせをしよう。待ってる。とりあえずこいつに話して、朝って何かとアクシデントが起こりやすい時間だぷ。治安局へのご協力ありがとうだぷ。受注はとりあえず、ここバレーツインズ、あと2件あるな。あれ、あと2件。こいつはまた後回しにして、あるな、受注だけする。早く私の金を返して。最近私の金運がおかしいんだ。一生懸命働いて節約して一銭も使わないようにしているのに、なぜかいつも不運が続いて、あちこちでお金が必要になる。通帳の中のお金もどんどん減っていく。これってどう考えてもおかしいよね。そうだよね、私も何かおかしいと思ってたんだ。きっと伝説のゴールドボンプに目をつけられたんだ。バレーツインズにいるゴールドボンプは人の金運を操ることができるって言われてるから。伝説ではバレーツインズのオーナーは若い頃にゴールドボンプと友達になり、大金を手にしたら巨大なやつの像を黄金で作ると約束したそうだ。その後やつの守護のおかげで成功し、バレーツインズを建てた。でも双子のオーナーの商業帝国が次第に拡大するにつれて、彼らは初めにゴールドボンプと交わした約束を軽く見始めて、全てが自分たちの努力によるものだと思い込むようになった。
成功に満足した2人はもはや初めの約束を口にすることもなく公然と他のボンプの絵を描いたり彫像を作ったりした。一方ゴールドボンプは忘れ去られ愛されることもなく誰からも愛転されなくなった。ゴールドボンプはこの裏切りをひどく憎み邪悪な呪いをかけた。その結果一夜にしてバレーツインズは炎に飲まれ2人のオーナーは破産した。バレーツインズに近づく者は皆奴に金運を吸い取られる。これは童話なんかじゃない。私の金運は本当にボンプに吸い取られたんだ。彼らの愛憎劇が私みたいな通りすがりに何の関係があるの。なんでゴールドボンプは私の金運を吸い取るの。この前夜中にビルの近くを通りかかった時のこと。曲がり角に金ピカのボンプがいてじっとこっちを見てた。私言ったらすごく怖くなってその場でバタバタ足踏みしながら何度も叫んだ。その金色のボンプは恨みに満ちた目で私を睨むと炎の中に駆け戻っていった。どうやら私はそれに恨まれてしまったようで、最近ずっとついていない。歩いてる時に財布を落とし買った株はずっとストップ安でコンビニのくじ引き飲料でさえもう一本が当たらない。これは普通じゃない。子供の頃からこんなについてなかったことはない。最近はずっとお金を使っていて貯金ももうすぐ底をついてしまう。とにかくただ願うだけじゃダメ。ゴールドボンプは弱者には強く当たり強者にはへつらうらしい。見た目が取り立て屋みたいなこわもての人を数人集めて一度しっかりやっつければ素直になるという。もうすでにとあるすごいウェブサイトで用心棒を雇ってあいつを懲らしめる計画。今回は絶対にゴールドボンプに私の金を返してもらう。おう、4の次は5だってばお母さんと一緒に数えて1234567。ママ4の次は6だよ5じゃなくて。この子ったらそれなら誰かに聞いてみましょう。失礼ですがお尋ねします。1234の次は5ですよね。ママの言う通りだよ。1234671234671。本当にごめんなさいね。どうしてかわからないんですけど、何週間か前に新しい家を見に行ってから急に5を飛ばして数字を数えるようになってしまって、カレンダーとか他のものでも構わないんですけど、数字の並びがわかるものが近くにないかしら、探してみてもらえませんか。なるほど。とりあえず受注はできました。まだ1件あるな。なんか増えてね。あるか。でもさっき下から来て。ないと思うんだけどな。いや、増えてるな、やっぱり。こんなやついなかったよ。時間経過してんのかな。朝だよな。全くただちょっと言い争っただけなのに、あの人はどうしてあんなに怒ったんだ。あ、ロードじいさんとフォローでの奇妙な話について話してたら、どういうわけかじいさんが突然怒り出したんだ。大したことじゃない、ただの古い話題さ。バレエユニットの双子姉妹って聞いたことあるか。仕方がない。何しろ何年も前の話だから。双子姉妹は当時ヤヌスクのダンス界の新星だった。彼女たちが舞台に立てばどこも満員でチケットは簡単に手に入らなかった。彼女たちの最後の公演が行われたのはこのバレエツインズ。その日はこのツインズがホローに飲み込まれた日でもあった。会場にいた観客たちはみんな逃げ出したが、彼女たちは最後の瞬間まで逃げ出すことができなかった。そうなんだ。でも最近当時双子姉妹が公演していたバレエツインズ内のステージに奇妙な黒い影が現れて音楽に合わせて踊ってるのをホローレーダーが撮影した。それはまさに彼女たちのダンスの動きを模倣していた。今ネットじゃその2体のマリオネットが双子姉妹と関係あるんじゃないかと言われてる。姉妹の魂がエーテリアスに飲み込まれてから生前に一番慣れ親しんだ動きをしているのかもって。僕はただこの都市伝説について話しただけなのに、どういうわけかロードじいさんを怒らせちまった。じいさんは大声で噂は全部嘘だと叫んで俺と口論になった。
何が悪かったのかさっぱりわからないけど、じいさんを怒らせちまったのはやっぱり気が引ける。一体なぜ怒ってるのか、あんたから聞いてもらえないか。なるほど。でこれで全部受注したかな。 OK。 じゃあランダムプレイに戻って、なんか簡単そうなものから。これあれか、明けの明星からのやつか。アーカイブ切り替えてそれやろっか。ちょっと待って、その前にこれが。ここで受注するものが、あ、まあ、ちょっと面倒いな。ちょっとこれ後でやろうか。